こうしてネメアと知り合って、本当に可愛い女の子なんだよね。ベーダ姉もバヘも、ネメアが元凶だと思ってるみたいだけど、どうしてなんだろう。僕には、ネメアが悪い子には思えないんだよね。でも、ネメアがコンビニに来てから数日、店長とリオおじさんはイライラモード。ああ、もう、考えれば考えるほど気が重くなる。でも、この時の正門長は、まだとっても平和だったんだ。ずっとこのままだったらよかったのにな。あ、勇者からだ。ユーモア、私、おいしいスイーツ屋さん見つけちゃったの。え、本当？うん、今ちょうど行くところなんだ。ユモも時間があったら一緒にどう？いいよ、ちょうどバイトまでまだ時間があるしね。また後でね。有脈石のかけらの反応あり、周囲を調べれた。
近くにかけらがあるみたいだ。探してみるかい？
ならこっちの攻撃が効くはずだ。おお、イエーイ。邪魔だ。もっと強くなれ。Thank you.
有脈石のかけらの反応あり。周囲を調べるんだ。おきまたのお越しをお待ちしてますね。かけらの反応だ。見逃すなよ。
ユモ、ネメアには気をつけるんだぞ。見た目は普通の子供だが、見た目通りにただの子供なら店長もリオもあんなに警戒するはずないからな。はい、そうです。シラードエンジンの効率に問題があり、マスクウェルシステムが、はい、優先長の流脈維持装置だけではとても。店長さん、誰かと通信してる？忙しそうだし邪魔しないでおこ。お姉ちゃんが持ってるそれ携帯って言うんだよね。ねえ、知ってるよ。それで遠くの人とお話できるんだよね。えへへ、リーオーおじさん寝ちゃった。この隙にどこかに探検に行こうかな。ユモちゃんもう行くの？補給品はしっかり持っていくのよ。転ばん。ダメだ、やつは危険。またのお越しをお待ちしてますね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 。だよ。あれ、そちらはユモの新しいお友達？そちら？あ、ネーメアってば、いつの間についてきちゃったの？こんにちは、メアはネメアだよ。メアちゃんか、かわいいね。じゃあ、一緒に行こう。ネーメア、勝手に出てきちゃってリーオーおじさんに怒られない？戻ってからおじさんにごめんねってするから。ものすごく叱られそうだね。叱る？リーオーおじさん優しそうなのに怒ると怖いの？ネメアはおじさんの姪っ子だから、身内にはちょっと厳しいんだよ。メアはおじさんの姪じゃ。ネメア、あー、そうそう、メイなの。おじさん心配性だから。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。わあ、テレビで見たワッフルよりも美味しそう。うん、よだれが出ちゃいそうだよ。ユモってば大げさ。いただきます。おいしい。メアちゃん、そんなに急いで食べちゃ消化に悪いよ。本当に美味しいね。よかった、連れてきた甲斐があった。勇者は美味しいお店見つけるの得意だよね。前に行ったお店も良かったし。お姉ちゃんたちはいつもこんな美味しいものを食べてるの？そうだよ、メアちゃんがもっと大きくなったら私たちと思い切り食べ歩きしようよ。大きくなったら
うん、どうかしたの？あ、リーオおじさんから着信だ。ユモ、ネメアがいなくなった。ああ、おじさん、ネメアは僕と一緒にいるよ。おじさんが寝ちゃってて暇だから僕のところに来たんだって。伝えるのを忘れてごめん。そうか、まだそこにいるんだな。よかった。そうだよ、他に行くとこもないし、今からコンビニに戻るからね。また後でね。ほらネメア、おじさんわざわざ電話してきたよ。きっと怒ってるんだろうな。どう言い訳しよう。もう戻っちゃうの？いい子だからね。また今度遊びに来ようよ。それじゃあユモ、またね。またお店に行くから。リーオおじさんにお礼も言わなきゃいけないし。うん、またね。バイバイ。あ、お礼だけじゃなくてリーオおじさんにお金も返さないと。テレビでここ見たことあるよ。ネメヤも僕と同じでテレビっ子なんだね。だって優先長ってね、本当につまらないんだもん。この子がまさかあんな悪いことできるわけないよね。お姉ちゃん、ここはどうしてこんなに賑やかなの？うん、正門町は昔から人気のある町だからね。そっか、だからこんなたくさん人がいるんだね。近くにかけらがあるみたいだ。そろそろお店に戻ろうか。リーオおじさんが心配してるよ。おじさんはメアのこと心配なんかしないよ。え、なんでそう思うの？だってみんな冷たいもん。みんなメアが元凶だって。お姉ちゃんそう思わない？リーオおじさんや店長は僕にとても優しくしてくれたよ。僕の命の恩人なんだ。お姉ちゃんの命の恩人？うん、だからとても感謝してるんだ。じゃあお姉ちゃんを助けたら私にも感謝してくれるの？え、ネメヤ今なんて言ったの？ううん、なんでもないよ。早くお店に戻ろう。つまらない推測ばかりじゃないか。もうたくさんだね。ちょっと、まだ話は終わってないわ。1999年以前にも二度次元トンネルに入ってしまってコンロンに戻ったことがあるの。一度目は1947年、その次は1905年。この時台北はかなり混乱してたでしょ。魚の脳みそにしては記憶力は大したもんだね。この前ベーダから聞いて俺も気になった。それでうちのジーヤにも尋ねてみたら、確かにその時コンロンで次元トンネルを補修したらしい。バッヘはお坊ちゃまだったのかい？それはユモからも突っ込まれた。話が脱線しちゃったから元に戻すわよ。私が推測するに、正門長と優先長はコンロンと密接な関係があるってこと。どうなの店長？それにコンロンは一人の少女を混沌とした次元の中に封印したわけよね。ちょっと信じられないわ。それと優先長に豊富にある龍脈エネルギーが混乱界にはほとんどない。
それで、あんたたちは何が言いたいんだい？戻りました。ただいま。みんな集まって、どうしたの？何深刻な顔してるの？ネメア、勝手にどこに行ってたんだ？おじさんは寝てたくせに、そんな怒らなくてもいいじゃない。はいはい、喧嘩はやめな。さっきレーダーで確認したけど、優先長の災いの数が増えてきてるね。このままだとコンロンの封印修復チームの作業ができなくなってしまう。あんたたち、ちょっと災いを退治してきておくれ。しかしそうするとネメアと店長2人だけを残していくことになるが。大丈夫だよ、封印が完全に解けたわけじゃないから、変な悪巧みはできないはずだよ。しかしリオ、ユモ、何グズグズしてるんだ。次元に隙間を開けといたから、さあ早く行ってきな。じゃあ先に一仕事してきましょう。うん、戻ってきたらまた店長を問い詰めるか。あんたたち、いい加減にしなよ。さあ早く行きな。うん、ネメア、すぐ戻ってくるからね。いい子にしてるんだよ。うん、お姉ちゃんバイバイ。よし、お姉ちゃん救出作戦実行。ユモ、何かあったの？なんだかみんなピリピリしてるね。まるで期末テストが近づいてる時の塾の雰囲気ね。私までなんだか緊張してきちゃった。ネメア、変なこと考えるんじゃないよ。変な動きをしたらすぐコンロンの軍が動くからね。ユモ、そろそろ行くのかい？準備は万端かい？ユモ、私からの仕事はこれが最後だよ。本当ですか？よかった。なら今回の道具は期待していいのか？ああ、ユモのペンダントと少し機能が似ていてね。ペンダントが余分なエネルギーを吸収するなら、この道具は吸収した力を排出し、それをユモに注ぎ込んで一瞬で傷が回復するのさ。もちろんあんたら混乱人にも行き渡るよ。そんないいものがあるならもっと早く出してくれないと。これまでユモちゃんがどんな危険な目にあったのか。研究も開発も時間が必要なんだよ。それに力の調整をきちんとしてないと、あんたら混乱人は数日具合が悪いだけで済むかもしれないが、人間のユモの場合、体に何か異変が起きたらどうするんだ。僕、急に心配になってきたよ。心配するなユモ。店長はどうしようもない人だが、アイテムに関して言えば専門中の専門だ。ちょっと、それ褒めてないから。少しだけ店長が気の毒になってきた。僕も。とにかく先に仕事を片付けてきな。私はこれから最終調整に入るから、気をつけていくんだよ。はい、行ってきます。どうだ、やったぜ。皆さん、はっ。
ないぞ。おお、イエーイ。最近の若いやつはすごいな。いや、120% の力を出せる。また増援？まとめて魚の餌。性格は昔から変わらないけど、勇者を前にこういうタイプはツンデレって言ってたような気がする。無駄口叩いてる暇があるならさっさと戻りな。誰がツンデレさ、遅れたらその分給料から引かれね。でも食らえ。そんな
最近の若いやつはすごいな。もっと強くなれ。店長のスペアボディが全滅だ。仕方ない、工場に追加の注文を入れることにするよ。え、店長のボディって工場の量産品なんですか？ああ、量産といっても私ぐらいになるとそこら辺の陶器でいいってわけでもなく。さあ、お仕事完了、帰りましょう。そこの魚の干物、人の話を聞け。僕の気だね。最後の一服。ユモちゃんもう行くの？補給品はしっかり持っていくのよ。転ばぬ先の杖って言うしね。あの置物だけ残していくの大丈夫かしら。ネメアもいるわけだし。まあ私は全然心配してないけどね。出発か？わかった、今すぐ準備する。もし災いとの戦いがきついなら武装を強化するのも一つの手だ。もちろんまずは俺から強化するのがおすすめだ。お姉ちゃんも大変だね。意地悪おばさんにこき使われて、いつまで繰り返すのかな。お姉ちゃん、いってらっしゃい。気をつけてね。キャハハ。行くぞ、早く災いを片付けないとな。とっとと混乱の封印修復チームに頑張ってもらって、早くこのガキとおさらばしたいぜ。そっちは大丈夫か？もうリーオンおじさん心配性なんだから。出発してからちょっとしか経ってないのに。まったく大丈夫だよ、こっちは全く問題ない。そんなに心配なら早く終わらせてさっさと戻ってきな。リーオン、これはお前じゃないと無理だ、頼む。はぁ、食いしばれ。一体どうなってるんだ、俺の力が全く効かないぞ。どうした、リオおじさん？畜生、どういうことなんだ。あなたらしくないわね。ちょっと落ち着きましょう。
新たな敵か。逃がすものか。災いの援軍だ。どうだ、よろしく。皆さん、ルーモ、お前本当にただの人間なのか。災いの気配だ。気をつけるんだ。どうだ、やろう。こっちの番だ。お願い。これはすごいな。入れよ。狙い。まとめて魚の餌ね。入れよ。狙い。ちょろよ。どうだ。おい、災いども。お前ら隠れて寝て出てきな。リオ、いつもと何か違うわね。優先庁に入ってから様子がおかしかった。いつものリーオおじさんじゃないよ。ねえリーオおじさん、大丈夫？やろ。触るな。邪魔だ。今ならこっちの攻撃が効くはずだ。こんなもんか。どうだ。一緒にビートを刻みたけど、これはすごいな。災いの援軍だ。狙い。ちょろいわ。どうだ。
敵の数が増えたわ。気をつけて。倒れろ。やばく狙い。うん、よ。ちょっとやった。こんなもんか。やっ。せよ。お願い。これで倒れて。慣れた感じね。入れよ。はあ、苦しまない。どうだ、お願い。こんなもんか。やっ。はっ、ちゃりゃ。やっ、たす。はっ。邪魔だ。やっ、てよ。はあ、苦しまない。はっ、ちゃりゃ。こんな今なら100。いや、120% を力を出せる。ビートを刻みたくなった。これはすごい。邪魔だ。どうだ、やらせ。皆さん、ユーモ、お前本当にただの人間なのか。店長！はあ、
聞こえるか？なんだと？おい、聞こえてるか？どうやら通信設備に問題があるようだな。そのせいで通信状態が悪くなっている。リオ王子さん、落ち着いて。早く残りの災いをやっつけて帰ろう。大変だ、力が乱れ始めている。え、じゃあどうすればいいの？もしもし、この機械使いにくいよ。天井は、あ、おばさん、うるさかったからちょっとだけ静かにしてもらったんだ。それにしてもリオおじさん、さすが、レアな術に抵抗するなんて。隣の二人はそんなに長くは持たなかったのに。どういうことだ、奴がリオに何かしたのか。ユモ、リオに近づいてはダメよ。今の彼は危ないから。どういう意味？バヒお兄ちゃんとベイダー姉ちゃんのおかげでリオおじさんも操れるようになったよ。やっぱり奴が混乱人を狂わせてる悪魔だったのか。おじさん、どこに行くの？リオ、起きろ！じゃあ、ネアは行くね。みんなバイバイ。また正門町で会おうね。戻ってきなさい！ユモ、まずはリオを元に戻そう。食らうとまずいぞ。狙い、よし、目にもの見せてやりましょうか。俺のギターを聴け。狙い、ちょろいぞ。やったぜ。狙い、ちょろい、狙い、どうだ、倒れろ、どうだ、まだまだ、よっ、よし、目にもの見せてやりましょうか。よっ、よっ、狙い、どうだ、どうだ、花火の時間よ。ユモ、よけて、ユモ、よけて、危ない、避けろ、食らうとまずいぞ。危ない、避けろ、食らうとまずいぞ。どうだ、どうだ、ナイス回避。今度は私たちの番ね。これがロックだ。やっ、倒れろ。危ない、避けろ、食らうとまずいぞ。ユモ、よけて、お願い、狙い、よし、目にもの見せて。もっと強くなれ。 120%！ この よし、よ、よけて、やっちゃって、
危ない、避けろ、食らうとまずいぞ。危ない、避けろ、食らうとまずいぞ。危ない、避けろ、食らうとまずいぞ。狙い撃つ、どうだ、ちょろいぞ。目にもの見せてやりましょうか。とりゃ倒れろ、お願い、これで倒れて。やっ、ユモ、今だ。リオの様子だと今ね。うん、分かったよ。おじさん、もう少し我慢しててね。今ならもっと強くなれ。フルパワー、この対戦車ライフルの威力なら。おじさん、大丈夫？この様子じゃしばらくは起きないでしょうね。大丈夫だろうか。一旦コンビニに戻ろう。うん、みんなで帰ろう。僕の口だね。お姉さんの言うこと聞いてね。店長、何かしら破片だらけね。店長、店長が割られてる。なんてこと、店長。ユマ、ネメヤ、出てきなさい。早く店長を元に戻して。もうここにはいないみたいだな。店長。おじさん、目が覚めたんだね。店長、店長は大丈夫か。僕たちが店に戻った時にはもうこの状態だったんだ。そんな、なんて邪魔だ。話しかけても何の反応もないし。リオおじさん、店長、元に戻るよね。俺にもわからん。ネメは？どこにもいない。封印を解きに行くって言ってたけど。ミレニアムの混乱は、奴が封印を解こうとして起きたものなんだ。俺と店長とで阻止しようとしたんだが、全ての次元がその影響で混乱してな。混乱の援軍さえも優先庁に入ることができなかった。ネメアを封印しようとしたんだがうまくいかなかった。俺は大怪我をして、店長は人の姿になることもできなくなっちまった。クマの大きい者の姿に変わってしまった。今はその姿さえも粉々にされた。一体店長、だが俺はどうしてここにいるんだ。ネメアが店長に何かした後のことを何も思い出せない。おじさんはネメアに操られてたんだよ。バッヘとベーダネーと一緒に何とか術を解いたんだけど。俺が操られていただと、なんてこった。俺がお前さんたちに武器を向けていたのか。すまない。大丈夫だよ、気にしないで。わざとじゃなかったんだから。バッヘとベータはなんでお前さん一人なんだ。ネメアはいなくなる前、
また正門町で会おうって言ってたんだ。それでバッヘとベーダ姉は町の人たちを心配して、状況を確認しに行くついでにネメを探しに行ったよ。そうか、じゃあ俺たちも町に行ってみよう。頭数は多ければ多いほどいいだろう。あの礼儀知らずのガキめ、店長の仇を取ってやらんとな。あのガキの行きそうなとこを知ってるか？前にスイーツカフェに連れて行った時はものすごく気に入ってたけど。よし、行ってみよう。